はい、ということで事業用の銀行口座作りました。注文していたもの届きました。はい、ということでメダカの繁殖に関してですね、このフィルターに変えます。やっぱベアタンクでスポンジフィルターが一番いいね。卵の回収もできるし。遊びに来てくれました。レジ切ったレジ勝手にいじってます。センスの塊ですね。ちょっとこれお店のブログ作りました。おはようございます。ということで毎朝朝副業してるんですけど、結局その朝副業することで、まあ、一番頭が冴えてる状態で、まあ、いい仕事ができるということで毎朝、習慣にしています。この間買ったこのジェル型の洗圧料って自分今まで初めてだったんですけど、これ結構いいですね。かなりまとまりやすくて。はい、ということでレシートの方に店名入れました。次はね、伊豆諸島の大島の温泉行こうかな、悩んでます。それが式根島かな。夜飯です。夜の散歩です。はい、ということで現金水筒を作りました。今回はですね、ベタを、まとめて、発注しました。はい、というところで注文していたお魚が届きました。これから水出します。はい、というところで注文していたフォーバータイガーが届きました。はい、というところで大きめのフォーバー入荷しました。かっこいいね。どうですか、超かっこいい。フォーバー大好きです。ちっちゃなお魚たちも入荷いたしました。はい、まあ、夏の風物詩ある、まあ、金魚ちゃんたちもね、近く小学校多いので、オスカーやら、シルバーやら、はい、いろいろ入荷いたしました。リオネグロさんのオスカー入荷しました。またオスカーかいって思われちゃうんですけどね。あー、かわいい、超かわいい。鬼の水合わせやってきます。はい、ということで大きめのニューギニアも、仕入れました。今日の作業終わり、帰ります。これから焼肉食べに行きます。おはようございます。ということで赤い用品が届けました。自分ね、こういう陳列の才能がないんですよね。教えてください。ところでオープンいたします。知り合いのデザイナーの方に、頼んでですね、こちら当店のステッカー作りました。めちゃくちゃ可愛いね。超可愛いです。佐藤さんにいただきました。ありがとうございます。ごちそうさまです。はい、ということで本日は皆様ご来店いただきありがとうございます。また明日からも頑張ります。晴れのち曇りです。はい、ということでおはようございます。昨日はね、もう店閉めて家帰って爆睡でしたね。冷やし中華食べて。はい、ということで問屋さんから荷物来ました。はい、ということでですね、ここをですねベタコーナーにします。はい、ということでベタ、大量に入荷しました。おお、かわいいね。かわいいです。白い子もいます。濃いベタもいますね。メダカの残りバター買います。で、ブンちゃんが来ました。前のあのペットショップのアルバイトの時にですね、私の本当推しの子です。ブンちゃん可愛い、超可愛い。
して、ブンちゃん、パパ、ママにお祝いいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も一日楽しかったです。夏カレーです。上りベース買います。いやー、やることが多い。はい、ということで本日もオープンでございます。荷物が届きました。めちゃくちゃ可愛いです。帰ります。飯です。あー、いい家だ。だいぶでかくなってきました。おはようございます。お店なんですけども、オープンして今日で4日目になります。まあ、どうってことなんですけど、いやー、幸せですね。幸せっていうか、なんかその完全に今ストレスフリーなんですよ。ストレスフリーすぎて、なんかストレスフリーすぎて不安なんですよね。なんだこれ、慣れてないからかな。なんか今まで働くってことに対して、まあ、ストレスはあって当然なんだっていう考えなんですけどね。でも今なさすぎてなんか不安っていうか、もちろんさ、その収入の面ではやっぱ公務員時代に比べるとやっぱ不安定です、やっぱね。まあ、やっぱその、まあ、会社員公務員っていうのはやっぱり給与所得っていうところで、まあ、安定してるから、毎月安定したお金をもらえるから安定というのがあるんですけど、やっぱ個人事業主はその不安定ですよね。そこに対するまあちょっと不安はあるんですけども、仕事を楽しくできてて、楽しみながら仕事をしてて、まあ、少なからずそのちょっとお金をいただけることになって、最高ですね。今なんか心身ともに健康だなって実感します。お店始めてからちょっと私1日1食始めてるんですよ。まためちゃくちゃ健康だなって思うんですよ。人間関係のストレスなくて、またですね、1日1食することによってポッコリお腹もへっこんできたんですよ。で、当時はね、その、まあまあ、ペットショップとか、まあ、警察官もそうだったんですけど、週5週6で働いてて、まあ、下手すれば週7とかありましたよ。これはあれですけど、もうとにかくね、過食に走ってた。過食と、まあ、警察官時代です。酒、タバコとかギャンブルとかね、やってました。でそのストレスの、労働というストレスの先でどこで発散するかといえばそこに行っちゃってたんですよね。今はね、そういうのは全くないです。だから無駄な出費もないですし、無駄な飲み会とかもないし、幸せだなと思いますよね。なんか今日も朝出勤する時にドア開けて、あ、晴れてる、心地よい風が流れてきたんですよ。幸せだなと思いました。あ、セミ鳴いてる。セミの声ってこんな綺麗な声なんだ。そんなこと思いました。そうなんです。なんか何気ない幸せを感じれるようになったってところ、うん、幸せだなと思います。ということですね。はい、まあ、働くことに対する価値観というのはまるっきり変わったと思います。まあ、まだお店はですね、まあ、そんな準備は万端ではないです。でもちょっとね、だんだんこう日々を追っていくことにですね、一個ずつこなしていって、自分の形にしていきたいなと思います。自分のカラーあるお店にしていきたいなと思います。ということですね。今週もですね、皆さんご来店ありがとうございました。いや、とっても楽しかったです。とってもいい1週間でした。ということで、来週も楽しんで無理なく働いていきます。いや、楽しみながら働いていきます。それでは皆さん、1週間お疲れ様でした。来週もゆるくいきましょう。